怪しい外国人の大男に連れ去られそうになっているところに私がここぞとばかりに登場。得意の聖剣好きと旋風脚を華麗に放って救い出したんだよね。なぜいつも途中からゲームの話になるんだ。漫画とかドラマの探偵って妙に殺人事件ばっか遭遇するよね。コナンとか金田一とかさ。何これ、団長腕章。ガガミンの魅力にまた一つ気づいただけだぞ。マジで似てるからやめい。いやー、私もずっと胸がないのを嘆いてきたんだけどね。とあるゲームで貧乳はステータスだ、希少価値だって言ってたんだよね。言われてみると確かにそういうニーズもあるわけじゃん。私は貴重なわけよ。ゲームがなぜそこまで自信が持てるのか知りたい。そろそろ春日の始まる時間じゃないか。ポチッとな。やはりあの長戸の長回しは手抜きなのだろうか。つかさも料理得意だよね。祭りか、何もかもみの懐かしい。何古いネタやってんのよ。あなたね、本当は車に乗ると酔っちゃうの。だからね、酔い止めの薬持ってきたんだけど、ななこさんの運転だとちっとも気持ち悪くならなかったよ。なつきね、本当は車に乗ると酔っちゃうの。だからね、酔い止めの薬持ってきたんだけど、たくみくんの運転だとちっとも気持ち悪くならなかったよ。どうせなら百人一首でカードバトルとかじゃダメなの。ほら、坊主でさ、確かセミマイル、セミマルターンのピカピカ攻撃隊、女の子たちのラブリン攻撃、面白そうじゃん。またそっちか。くぅ、こうなったら奥の手だ。うん、さあ、そのお買い得、超レア廃盤 DVD を俺の元に持ってくるんだ。店長、レジに向かいます。ブルーシュビブリタニアが命じる。貴様たちは死ね。イエスはハイネス。天使。なるほど、いける。花粉 99% カットだぜ。お帰りなさいませ、ご主人様。謎の女盗賊とか。ワン、ツー、あれだ、一人多いや。そういえばガンダムって未だにすごい人気あるよね。全てのシリーズをリアルタイムで見てるぞ。ガンダム連続殺人事件とか、メタってガンダムみたいなのが始まっても見るの。絵描きにとって聞き手は命。これだけは死守。恥ずかしい、何をもって往来であんな格好を。コート、うわー、夏なのにあんな格好で暑くないのかな。蚊が刺した時に腕に力を入れると針が抜けなくなるんだ。嘘、見てろ、うん、うわー。お前はすでに死んでいる。お前はすでに食われている。運転さん、すいません、止めてください。意外と普通の建物ね。作品数を絞ってるからこのぐらいがいいんだよ。